皆さんこんにちは、 M2 プラントの金子です。今回は社会人の必須アイテムである名刺ケースについて紹介したいと思います。私たちですね、 M2 プラントメンバーから、事前にアンケートを取らせてもらいました。で、実際にスタッフが愛用している名刺ケースであったりとか、これから買おうとしている名刺ケースというのを紹介したいと思います。これからフレッシャーズを迎えられる方なんかは特にこの動画を参考にしていただければなというふうに思います。ではまずはモノコムサですね。結構有名なブランドなんですけれども、結構シンプルになっております。ただ縁のところにステッチが施されておりますので、シンプルすぎるのもなという方にとってはすごくいいのかなというふうに思います。色の方もブラックとブラウンですね、あとはネイビーの基本3色で展開しているみたいなので、結構用途に合わせても使い分けていただけるのかなというふうに思います。価格の方はだいたい5000円前後ぐらいですかね。そんなに高くもないので、結構試していただけるのかなというふうに思います。次はキプリスというブランドのササマチレザーというシリーズになっております。色の方は黒、あとは茶色ですね、と焦げ茶系のチョコ、グリーン、この4色になっております。価格の方もですね、9000円前後と若干ちょっと高級なラインになってくるかと思うんですけども、革の質の方もね、結構ねスルンとしてあるので、手触りもすごく良くて、で見た目の高級感なんかもすごく出てありますので、おすすめですね。であと名前の方もネーム入れっていうのもされてるみたいなので、プレゼントなんかにもすごくもってこいかなというふうに思います。次はイルビソンテというブランドになっております。ブランドロゴがですね、結構ねその名刺ケースの真ん中ら辺にボンとこうあるんですけれども、それもいやらしくないような感じで入ってまして、有名なブランドだと思うんですけども、結構街中でも見ますね。でこうかたどったような感じで円を描くようにイルビソンテというブランドネームが入っております。結構経年変化を楽しめるっていうので割とおすすめになっております。値段の方もだいたい1万円前後となっておりまして、格好がつくようなブランドではないでしょうか。次はですね、ユハクというブランドですね。あまり聞きなじみはないんですけれども、これはスタッフが実際そのユハクの財布を持ってるというので、それに合わせて、名刺の方もということでなんだそうです。はい、今回紹介するユハクの名刺入れはですね、コンビになってまして、ベースはブラックです。で、蓋のカバーのところがイエローであったりとか、あとは赤ですね、レッドがあったりとか、ダークブラウンというのがあって、特にそれでもレッドなんかが結構見た目なんかはすごく印象的でおすすめになっております。で価格の方もだいたい1万円前後ですかねになっておりますので、これも同じような感じですね。プレゼントにもおすすめですし、ワンポイントになりますので、商談の場でも結構そういう話にも花が咲くような感じになるかと思います。最後はですね、土屋カバン製造所のブライドルレザーというシリーズになっております。土屋カバンはですね、結構ねランドセルなんかで有名なブランドなんですけれども、革の方もね結構こだわってまして、今回紹介するこのブライドルレザーなんかはすごくつるっとした感じの印象のあるレザーですね。手触りもすごく滑らかというかさらっとした感じになっております。高級感はあって、で重厚感もありますので、高級志向な方なんかにはすごく向いているのかなというふうに思います。で価格帯もだいたい1万7000円前後となっております。はい、以上ですね、 M2 プラントスタッフがおすすめする名刺ケースを紹介させていただきました。今回はですね、レザー系の、名刺ケースがやっぱり人気があるのと、そちらの方をこう中心に紹介させていただいたんですけれども、せっかくなのでちょっと僕の名刺ケースもちょっと紹介させていただこうかと思うんですが、僕の木でできたちょっと変わった名刺入れになっております。音もね木なので、こう開け閉めした時にこういう独特な音がしてます。もう上から開けるんで、この時点でも結構珍しいんですが、形が特徴的で印籠というタイプになっております。もうそのこの形がそういうモチーフになってるみたいなんですけども、ここも名前が入れれるみたいなんですが、僕はもうこのままのデザインのままいただきました。はい、値段の方もだいたい8000円前後ぐらいですかねで買うことができます。ここもプレゼントなんかにはすごく喜ばれるのかなというふうに思います。この動画を面白いと思っていただいた方は、高評価、あとはチャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。